よ、テキトです。さあ、今回はですね、青鬼 3D というゲームで遊んでいきます。で、このゲーム、まあ皆さんね、多分、青鬼っていう、まあこのね、でっかく怖いけど、このキャラクターが出てくる青鬼っていうゲーム、多分知ってると思うんですけど、今回やっていくのはね、どうやら 3D になったバージョンの青鬼らしいんですよ。で、実はね、本家の青鬼私やったことないんで、これを機にね、やっていこうと思います。というわけで、この動画を始める前に、この後ろに映ってるこの青鬼、めちゃめちゃ怖いなと思ったら、グッドボタンよろしくお願いいたします。皆さん押しましたか？強がるなよ。怖いんだろ怖いんだろ、押しときな。よし。じゃあやっていきましょうか。ニューゲームかな？ほい。一応日本語になってます。待って、日本語になってねえわ、これ。よし、今日本語にしてきたわ。日本語にした瞬間にすごいなんか幼稚園児みたいな言葉遣いになってんな。開始、続く、設定、終わり。じゃあ開始。開始していきましょう。お、町外れにある館。ほう。そこに化け物が出るという噂が流れたのは、つい最近のことだ。化け物って多分青鬼だよね。すげえ！すげえ！誰？誰？なんか美少年、美青年、美少年、美少女がいるけど。お、下に書いてある。拓郎。中身は意外と綺麗なんだな。どれが喋ってるのかわかんねえ。どれが喋ってるのかわかんねえよ。俺か？俺がこのイケメンなのか、拓郎。ん？寒いと思うのは私だけ？あ、ミカはこの子だよね。ミカちゃん可愛いね。ちょっと、ここから出ようよ。お前がたけしか？いや、こっち、たけしがこれなわけないもんな。どうしたんだ、たけし。怖いのか？なんか、ガラスが割れる音した。ちょっと、ここから出ようよ。バカバカしい。怪物が存在するわけがない。非科学的だ。ひろし。多分ひろしが俺なんだろうな。ここに白い髪のやついないから多分俺がひろしなんだろうな。ねえ、ひろしくん。気をつけて。え？あ、おー、動ける。え、すげえんだけど、このゲーム。メガちゃん、メガちゃん、もう二人で出ようか。もうこいつら二人に任せようぜ、青鬼は。え、何？あ、なるほどね。これガラスが鳴った方に行くのか。ちょっと暗いんだけど。画面暗すぎてマジ見えないな。すごいキッチンとか、あ、なんかある。あ、お皿が落ちてたのかな。お、何これ、プレートシャード。なんか見つけた。あれ？え、たけし？たけしじゃない。え、お前ら、はめやがったな。このお化け屋敷に俺を置いて出てどっか行きやがったんだろう。え、怖く？わかね、あかね。え、そぶこ。ちょっと待って。そうだ、確かに。そう、青鬼なんかね、俺はやったことないんだけど、なんか見たことあって、確かに出てくる。開く？開かねえな。開かねえな。開かねえじゃねえ。ミカか。ミカ。お、すげえ、イケメンいる。いや、イケメンか？イケメンかどうかは、皆さんの、想像にお任せします。こっちかな？うわ、開くよ。開くなら開くって言って。ドアが開きますって言ってくんない？これ何？これ何？あ、椅子と、椅子のどかし方滑らか。あ、鍵だ。鍵は？これどこ？リブアライリー。よか。うわ、びっくりした。え、たけ、誰だっけ、お前。待って、話しかけらんないんだけど。そんな無言でそこにいられてもわかんねえよ。言葉を喋ってくれ。閉めらんないの。もうしまいたいんだけど、この子。そしたら、こっちは？あ、ここ開かないな。あ、今開いたのか？開いてないな。こっちは？ここも開かない。じゃ、ちょっと3階行ってみようか。3階も開かない。あ、ここも開かない。たけし。たけし、どうすればいい、この後。もう出ない？もう怖いから外出ない？たけし。待って、たけし喋んないんだけど。たけしくん？え、これマジ積んでね？なんかね、このゲームバグ多いらしいのよ。バグ多いって聞いてたけど、ちょっと、青鬼は出てきてくんない？待って。これさ、めっちゃ暗くて見づらいんだけどさ。あるよね？え？見えねえよ。もうちょっと明るくしてくださいよ。え、なんかテレビついてる。え、
レビついてるけど、何これ、あの YouTube のプレミア公開のあの待機画面みたいな流れてる、これ何。いやなんでそこに鍵を置いたんだよ。え、あー、だって何、あー、だって何、ちょっと待って、ちょっと待ってくれよ。あの気持ちを整理させて、頼むから。マジ、え、セーブしてない、え、これセーブしてないと、もしかして、マジかよ。セーブしないとダメじゃんこれ。むず、もうミカいいって、もう帰ろう、もうね、あのお前ら多分死ぬから。お前ら多分死ぬから、もう帰ろうぜ。でこれで、ガラスの破片取ったら、いなくなるんだよな。はい。なんでこの短時間のうちに、で出てくるよ、皆さん注意、ほい。おお、ちゃんと見たらあんま怖くないね。でたけしがいたのはここ?ここじゃないな。下か。たけし。たけし。来た。たけし、ぽい。相変わらずいるんだよな、たけし。で、どかして鍵取る。で、これで、下行くと。さあ、こっからよ。ちょっと、どこ行けばいいんだろう?どこに隠れればいいんだろう?え、これどう逃げればいいの?たけしどいてくんね。たけしどいてくんないとそこ隠れらんないんだよな。え、さすがに青鬼に追いかけられたらいけるかな。え、大丈夫、どこだっけ、あった。でこれ鍵取ったら来ますからね、もう出る準備しとこう。ほい、はい、取る、来た、逃げろー、多分青鬼来てる、よいしょ。でこれ、これ隠れよう。え、やばか、セーブしてねえ、もうセーブしてないよ。あー、もうこのホーム画面の青鬼がうざいわ、もう。うわ。普通にビビっちゃった。これたけしんとこさ、隠れらんないのかな。え、マジ邪魔なんだけど。ちょっとたけし、俺が隠れるとこだって、そこ。よし、これで降りて、でここ、はい、開けたところでセーブしよう。え、セーブできねえ。ちょっと待って、セーブできねえんだけど。じゃあここは乗り越えなきゃいけないんだ。はい、はい、逃げまーす、はい、逃げまーす、はい、はい、逃げさせて。あ、隠れた、え、隠れた、やった。え、大丈夫これ、逃げれてる、おい、全然ダメじゃん。全然ダメじゃん。おい、ちょっと待って、全然進めねえんだけど。え、こんな難しいの、え、こんな難しいゲームみんなやってんの、すごくね、尊敬するわ、皆さんリスペクト、ほんとに。よーし、もう速攻入るぞ、たけしどいどけよ、いきますよ、通る、はい、で取りますよ、ほい、でも走るからね、はい、はい、取る、はい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 、逃げるよ、たけし、たけし、たけしどいてね、ほい、頼む、大丈夫、頼む、開けてくんなよ、いける、いけそう、さっきもう出てきてたよね、え、どうなのこれ、開けていいのやつ、いや開けていいやつ、これ教えて。ちょっと待って、あ、いけた、え、あ、待って、あ、もうたけしいないじゃん、開けられなくなってる。よし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 、いいよ、進んでる進んでる、いいぞ。これどうすればいいんだろう、でもなんか取っ、あ、そっか、かけ取ったのか、ベッドルームキー、あ、こ、あ、ミカ、え、ミカどうした。そこ別に隠れられてないぞ、青鬼ここから入ってきたら真っ先に見えるけど、これ何これ、ハンカチか、なんで。ハンカチなんで、一回ちょっとミカ話しかけてみようか、ミカさん、ミカさん、ダメだ、ミカさんも話、全然話通じねえじゃんこいつら、なんで友達だったんだよ。よく友好関係続けられたな。あ、ここ開かない、え、でもさ、あ、でもハンカチ取ったから進むのかな、え、ミカ、ミカ、あ、返事してく。ミカ、もうみんなおかしくなっちゃってるって、これ青鬼急に出てきたら終わりだ、あ、セーブ、え、全然セーブ、え、待って、セーブマジできないんだけど。ちょっと待って、セーブは、セーブ機能マジねえんだけど、え、まだセーブないの、もうよくない、え、俺ハンカチ、待って、鍵に、
鍵取ってハンカチなんだけど、ハンカチどこに使うんだろう。ここでもどっかが開いてるかもしんない。ここ開いてる？開かない、開かない。え、また戻る？え、魔王に出てこないでね。ここ暗すぎて怖い。え、なんもない。え、ハンカチ何に使うんだろう。やっぱミカここにありそうだよな。え、ミカさん、ミカさん、ハンカチどうするんですかこれ。ここ開かないよね。あ、待って、鍵落ちてる。ん？あ、バスルーム系。おい、え、なにこれ、青鬼が落としたってこと？そんなお茶目要素見せても全然可愛くないからね、言っとくけど。3D になったからって全然可愛くないからな。バスルームってここだよね。あー、ここか。え、風呂めっちゃ豪華じゃね？え、これみ、え、俺んちより広いんだけど、このお風呂。え、いいな。ここ住もうかな。青鬼と共同生活だけど。え、皆さんのお風呂とこの青鬼の家のお風呂、どっちの方が大きいですか？ぜひコメント欄に書いてください。これよりでかい家、結構豪邸よ。これ何？お、水が透けた。え、大丈夫これ。え、セーブマジしたいんだけど。はい。お、ベッドルームキー。マジやめてくんない？大丈夫かな？鍵取ったらさ、青鬼出てきそうじゃん。なんだっけ、ベッドルームね。お、あ、ここ開くんだ。あ、なんかある。何これ？ソープ。泡ってこと？なんか、石鹸的な？え、俺全然鏡に映ってないじゃん。それが一番怖いわ。これ何これ？え、どんどんいらねえもん。なんかどんどんいらないものばっか増えてくんだけど。これマジでセーブしたいよ。うわー、怖っ。青に出てこないでね、マジで。一回隠れようかな。一回ちょっとこんなか。一回隠れるか。一回引きこもろ。一回ちょっと冷静になろ。あー、なんで俺ここに来ちゃったんだろう。なんであいつらヤンキーの言うことを言いなりになって青鬼の部屋に来てしまったんだろうって一回後悔しようぜ。頭冷やそう。よし、頑張ろう。よし、マジでセーブさせて。ミカ、ミカ代わりにやられてくれ。お前、ほいほい。お、開いた。ここだ。絶対出るやん。閉めよう。あ、閉められた、よかった。あ、鍵ある。絶対鍵さ。これ来るよね。開けといた、逆に開けといた方がいい。これ逆に開けといた方がいい説ある。何？ヒロシ、大丈夫か？ああ、おそらくな。ヒロシ、お前も見たのか？あの怪物を。見たよ、あの 3D 青鬼でしょ。ああ、あんな化け物がいたなんて信じられないよ。出口は全部塞がれてる。俺たちは閉じ込められたんだ。そのようだな。このキャラで合ってんかな。手分けして探そう。俺は1階を探すよ。わかった。気をつけて。いや待って、ヒロシどこ？ちょっと待って、え？ヒロシどこにいんの？怖く？え？あ、取れた。え、何これ？え、ドアノブ？ドアノブ取れたんだけど。どういうこと？ドアノブゲットしちゃった。やったー。これ絶対出てくるじゃん。ヘゲ？トップウエストベッドルーム。またベッドルームあんの？でも絶対出てくるんだけど。開けるよ。で、下の、ん？下に、あるんだよな。青鬼出てくるだろう。来い！青鬼、かかってこい！え？かかって。大丈夫？あ、開いた。うわ、もう絶対出るやん、こんなの。出ますって聞こえます、なんか。来い。え？え？ちょっと待って。お前、いや待って、突っ込ませて一個ずつ。まずなんでベッド、運ぶ力すご。そして下に穴、真四角の。え、これ降りていいの？降りた。おー、ピアノルームだ。すげえ。え、待って、セーブは？セーブできねえんだけど。なんで？なんでセーブさせてくんないの？これ何？あ、番号。え、暗証番号。いや、多分わかんないな。え、ちょっと待って。わかん、え、え、適当に打っとくか、じゃあ。ん？ん？ちょっと待って。やめさせて。ん？ん？ちょっと待って。え？やめらんないんだけど。え？ちょっと待って。ちょっと待って。おい！暗証番号もういいって。まだわかんないよ。え、絶対これ謎解きじゃん。え、やめたいよ。あの、今調べました。まあ、9761らしいです。でもね、もうこれ戻ったら、これ一回ゲームやめたら多分最初からなんよ。最初からだけはきついから、ちょっとここだけ、ちょっとズルさせて。9761。ほい。お、開いた。すいませんね。なんかすいませんね。え？大丈夫？
え、この鍵、あ、待って、この鍵、一回こっちの鍵取っていい？ん？ピアノルームキー、え、ピアノルームキーがここじゃないの？ピアノルームキーで一旦開けとく？いや、これ取っとくか。ほい、なにこれ、何キー？キッズベッドルームキー、またベッドルーム？お前マジ何個あんだよ、部屋。開けよう。大丈夫？死にたくないよ。一回これ来る気がする。さすがに来る？さすがに来るよね。え、さすがに来る気がする、青鬼。セーブもできないでしょ。セーブできないのマジで何なの。一回逃げよう。青鬼来んだよ。逃げます、一回。ほい。一回現実逃避。ほい、現実逃避させろ。ここに、この家に青鬼はいない。青鬼はいない。そう信じて生きていこう。キッズベッドルームキー行こう。キッズベッドルームはどこだろう。上にはなさそうだね。下かな？下の階かな。あれ？開いてないとこどこだろう。あ、ミカ。ミカまだ死んでない。よかった。ミカ元気ですね。で、ここも、あれ？レッ、あ、ここかな？あ、ここだ。ヤッホー。大丈夫ですか？あ、開かない。え？開かないな。え、待って、大丈夫？あ、開かない。え？何これ？何これ？え、何の部屋これ。あ、でもキッズルームキーじゃないな、ここ。いや、もうやだな。青鬼結構早いよね。一瞬で見つかる気がする。え、マジベッドルームどこ。え、なんか、あ、なんか光ってる。ん？何これ。あ、拭くのか。はい。あ、拭いた。すげえ。え、あ、待って待って待って、もう無理。え、これ最初からじゃないよね、マジで。マジでやめてね。え、本当に？待って。え、無理だって。おい、ちょっと。おい。なんで俺のゲームにはセーブで、セーブ要素ねえんだよ。ちょっと待って。おかしいだろ。え、なんでセーブないの。誰か教えてください。セーブの仕方教えてください。いや、ちょっと結構、でも言うてもう30分ぐらいやってるわ。はーい。というわけで、ちょっとね、青鬼に殺されてしまいました。てか、セーブができません。これ多分セーブできたら、多分クリアできてんだよ、今回で。今回でクリアすることができなかったんで、次回、倒そうと。倒そうっていうか、倒すのかな？青鬼倒せるかわかんないけど、まあ、とにかくね、このゲームクリアしようと思いますんで、ぜひ、次倒せるように応援してくれる人は、グッドボタン。そして、次の動画すぐ見られるように、まだチャンネル登録してない人は、チャンネル登録、よろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram、TikTok もやってるんで、ぜひフォローよろしく。では、また別の動画でお会いしましょう。たけし。